よいしょ。こんにちは。すっぴんですか？すっぴんです。ダマの日サート、わわベアありがとう。クマさん、日サートありがとう。今日もじゃがりこ食べよ。サラダ。ああ。暑かったね今日。びっくりしたんだけど、会いたい。あかりちゃんすっぴんめちゃくちゃ可愛いね。コーラありがとうありがとうございます。もう暑すぎて今日一日このワイルドバンチのスタッフ T シャツで過ごした。やばくない？ワイルドバン、このさ、何このドライ T シャツっていうの、もう最高。夏だね。うん。じゃがりこ。ASMR。 阿波踊り見に行きたくなる夏。おー、いいね。今梅雨？本当に梅雨？梅雨じゃないよ。ベアありがとう。ベアじゃないこれ。やばい疲れてるわ。ジュースありがとう。10個。今梅雨なんだ。阿波踊り見に行ったこと何回もありますよ。
今日は疲れたけど、30分ぐらいさっき寝たんですよ。お風呂上がってショールームしようって思ったけど体が動かなくて30分ぐらい寝てってかゴロンしてた。こんばんは。埼玉のおいたん、まあ、ありがとう牛さん。じゃがりこうまんぐる日本食い。カクテルありがとう。タカ、うま。違う。うまじゃない。牛、もう。位置が定まらん。パスリーのレッスン見た？まだ見てない。パスリーがなんか言ってた？ちょっともう今日情報が多すぎて SNS 疲れちゃってあんま見てない。あ、これでいいじゃん。ブスかな、下から映された。情報型、そう、ちょっと疲れちゃった。オニオンシお願いが叶えますように。ありがとう。ほうじ茶ってカフェイン入ってる？入ってないと信じて。暑かったね今日マジで。短冊ありがとう。情報は入手よりコントロールが大事。そうなんだ。あやこじ卒業しちゃうね。ねえ寂しいね。 STU で26になった人はいるのだろうか。
2期生と初めて顔合わせした時にみんなをまとめて私たち2期生ですってうちらに自己紹介してたのがあいこじだからめっちゃ覚えてる。あ、この子が MC 回す子なんだって。パシェ？パシェが引っ張る？パシェ 26？ 見えねえ。25だと思ってた。ユメリンがいる。ユメリン 26？ え？わかんない。みんな童顔だから。よかったね、最後に写真集出せて。いつ出すんだろう。いちごちゃんから返事来た。なんでも、なんでもします。1週間寝込むところでした。本当によろしくお願いします。え、かわいそう。マジタイミング悪かった。申し訳ねえ。何もしなくていいよ。よいしょ。はい、皆さんこんにちは。先ほどツイッターで発表されたんですけど、なんと福フェスに奈々さんが出てくれます。イエーイ。ちょっとリップぐらい塗ろうかな。めっちゃこの前決まったの。そうだからさ、 STU のメンバーのスケジュールさ抑えてさ、その後に決まったからさ、そうそう、わっ、いちごちゃん、いちごちゃん言えてねえってなって、しかもその時四国の発表もなかったから、四国に入ってくれるとか知らなくて、まあ、ちょっとタイミングが絶妙に悪くて、いちごちゃんごめんって思ったけど、来てもらおう、いちごとカメちゃんに。申し訳ないから私が身銭を切ります。奈々さんと連絡取ったの？取った。あかりんさんしか勝たん。とんでもない。なあ、ちゃんとツーショット撮ってもらおう、いちごちゃんにはね。画面かわいいですね。いや、もうずっとすっぴんです。今日はもう日焼け止めだけで暮らしました。暑すぎてこんなん化粧してられんわみたいな。チケットはさ、明日か、明日から発表、発売、明日の9時夜のから発売されるのでよろしくお願いします。床に座ってる？布団に座ってます。本当はなんか布団に座るとかちょっと私的にはしたくないんですけど、ちょっとやむを得ない。うん。え？チロ。わあ。弊社世の中のサラリーマンが大好きなボーナス支給日で、今日ボーナス？おめでとう！織姫じゃん。ありがとう。織姫タワー、ありがとうございます。ボーナス？よく働いたね。偉いね。いいな、ボーナス。
私もボーナス欲しい。いいな。え、おめでとう。1ヶ月間、半年間働いたからボーナスもらえるの。頑張ったね。偉いな。本当に。ファンの方に本当感謝だよ、毎日。星は黄色だね。黄色見えるかな。織姫様ありがとう。織姫と彦星で晴れを祈っておる。血色、血色綺麗に描きたい。よいしょ。白、ボーナスおめ。できた。おー、かわいい。明るさを落として保存。じゃーん。チロボーナスおめ。ありがとう。よく働きました。ありがとう。あ、じゃがりこが。んじゃ。コフェスティアってあるやん。ないわ。そんなもの。よいしょ。よいしょ。ここにスマホスタンド欲しい。じゃがりこ積んどる。じゃがりこ食べきっとる。はい、奈々さんが出てくださることになりましたので、なんかまあなんだろうな、ちょっと何らかの形での絡みはあるようにしたいと思うんですけど、まだちょっと決まってはないけど考え中です。お楽しみに。はい、あとメン STU のメンツ見たらあれってなったと思うんですけど、新鮮市場木村で何かありますのでお楽しみに。新鮮市場木村の何かがあるので楽しみにしててください。新鮮市場木村。
ジュン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 。これさ、ちっちゃいサイズ発見したの。これキリのさ、これさ、大きな箱のやつしかなかったじゃないですか。そう、小分けがあったので買った。知ってます？キリのこのチーズのやつ。かわいい。見て、や、見て、チーズ入ってる。よいしょー。卒業発表の波が絶えない？そうだね。でもなんか公演出るじゃん、10日に。なんでもない公演。なんかわかんないけど、なんか、そこで言わなかったことが、なんか、なんかいろいろ考えたんだなって思った。はあ、寂しいね。 SKE さんも、高畑優希さんは結局香川に戻ってくるのかな。香川でタレントとかするのかな。ねえ、香川で一緒にお仕事したい。キリの、見て見て見て、キリのモリモリチーズ。やばいやばい。ま、ヤンヤンつけ棒。キリ大なくなりそう。ハタゴン女優するそうです。そうなんだ。待って、あと棒が 1,2,3,4,5,6,7 本だから7等分。はい、どうぞ。まっ、みんな女優になるね、舞台とかの。すごいな。私女優さんの友達いっぱいいるじゃん。やば、女優さんの友達がめっちゃ多いかも。やばい、チーズ絶対足りないんだけど。うまっ。チーズうまい。ラスト、うん、まっ、もう終わっちゃった。寂しい。棒状のものばっか食べてる。あー、なんかさ、夕方ぐらいにさ、
定食食べたの。だからもう夜ご飯いいやと思ってお菓子食べてたけど、全然ご飯食べれたな。うん、花束ありがとう。夜食うと太る？知ってる？夜食うと太るから、昨日は夜さもうご飯食べる暇なかったから、ショールームでもう食べないどこ、これでダイエットになるわ、私夜こういう時はダイエットと思って食べないようにしてるんですよね、みたいな感じでさドヤ顔してたじゃん。夜中お風呂入ってやっぱお腹空いて、結局1時半ぐらいに辛ラーメン食べちゃったてぃしかもちゃんと豚肉とキムチとキノコとなんかウインナーとめっちゃちゃんと具を入れて食べた。偉いでしょ。おー、パセリ。でも私よりちゃんと告知してくれるんだけどすげえ今日歯医者行ったんだ。なんかさ、初めて歯医者でわがまま言っちゃった。なんかね、今日1時間なんか今日矯正のやつを全部外して、なんか裏に固定のためのワイヤーを、なんか矯正のワイヤーじゃなくて固定のためのワイヤーをつける日だったんだけど、なんか1時間ぐらいかかりますって言われてたから覚悟して言ってたんだけど、なんか口を乾燥させる時間がね多分決まってんの20分ぐらい。でもさ、20分口を乾燥させるためにずっと口開けて風を当てられ続けたのね。で、歯医者のベッドだからさ、そこに行くまでにも20分ぐらい治療してたからめっちゃ体痛いし、口を開けたままさ20分間風を当てられ続けるのが辛すぎて。で、矯正終わったから写真撮りましょうねみたいな感じでね、写真を撮る時もね、この口を開けるためのあるじゃん、歯医者で入れられるあれをつけられて、めっちゃ口引っ張られてね、もうただでさえ乾燥してんのにもう口取れると思ってすいません写真カットでって言った。カットで大丈夫だった。
もう一刻も早く立ち上がりたかったの。そう、めっちゃ引っ張られるから、うん、痛すぎて口パキパキだし辛かった。うん、カットできたけど、その後に歯型取るのは絶対って言われたから仕方なく渋々歯型取った。頑張ったよマジで。歯医者1時間は辛いよね。ちょっと首痛くなってくる。みけちゃん頑張った、ありがとう、ありがとう。はい、それだけでついにマウスピースもしなくてよくなって、もうまあこれから1ヶ月おき3ヶ月おき半年おきっていう定期検診はありますが、私の約2年に及ぶ矯正治療終わりを迎えました。イエーイ、やったー、めっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しい。本当に長かった、長かったです、ありがとう。じいさんが拍手でっぱ、ありがとう。でもね、今日の私のツイートの奈々さんとのツーショット見てほしい。歯がガタガタだから。だが頑張った、ありがとう、マジ頑張りました、頑張ったー、たかありがとう。結構変わったと思う。おめでとうございます、ありがとうございます。嬉しい、嬉しい。これいつの頃、写真、これ思い出せる恋をしようの頃だから、直前ぐらいかな、矯正する。結構違うでしょ。うん、だいぶ違うね。だいぶ違う、笑顔が違う。ほうじ茶うますぎ。頑張ったな、痛かったけど乗り越えてよかったです。矯正ちゃん、あとファンクラブ更新しました。カメ、ウミガメの動画ぜひご覧ください。あ、
これあれか、くるくる、ウミガメのミハルがめっちゃカメラで撮ってるやつを撮るっていう。カメめっちゃいたの。名古屋港水族館めちゃめちゃいい、おすすめスポットです。パセリに私よりしっかりしてる告知をありがとうって送った。 LINE で地元へようこそ、ありがとうございます。名古屋お父さんがかなうちゃん、かなうちゃんおる、送迎係として働くって。ウケる。親孝行しよるわ。広島から送迎してもらおうかな。一人分交通費がぐわー。やばいオタクなんでしっかりチケット代を払って買って払って後ろの方から見てもらいましょう。パセリ宣伝隊長で OK なのね。 OK ですよ、うん、宣伝隊長です完全に。何度見ても握手会の気持ちのラストアップがすごい。あ、ファンクラブの動画あれいいでしょ、しれっと載せてるけど、あのファンクラブに載せてる、ファンクラブに載せてる、動画で握手会の気持ちになれる動画っていうやつがあるんですけど、最後めっちゃ私にチューされるっていう、もうファンクラブにしか絶対載せないの動画があるのでぜひご覧ください。またファンクラブ入ってない方、ちなみにお話し会の再販も始めたって、私が始めたんじゃないけど、あのキャラアニが始めたのであの始まったのでぜひお申し込みください。オンラインもリアルもあります。やっぱ前回初日のね、お話し会やってめっちゃ楽しかった。アンド、あさっては七夕お話し会で、で広島は豊かのあかりちゃんに いっぱい話しかけに来てください。お待ちしてます。なのでね、あのどんな浴衣かお楽しみに。
あさって喋れるね。ゆかたふくちゃん買い足すかな。買い足しなよ。どうせ後から、あ、もっと会いたかったなってなるんだか。あとリアルお話し会の CD 午後には売り切れがちので、よろしく。当日買えるっしょって思ってたら意外と売り切れがち&結構並ぶので、ゲットしとけしとけよって感じです。よろ。話した後いつも枚数足らんってなってます。そうだよね、なってるよね、みんな。あーって言って行くよね。よし、返事しよう、パセリットダナさんに。あ、ソラハンも。ナナさんにお返事して、あと応援隊長に応援隊長じゃない、なんだっけ、宣伝隊長、宣伝隊長に、宣伝隊長、宣伝隊長頼りにしてます。クローバーでいいのかな、パセリは。ブロッコリーだったかな。よし。おい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 。来年のためらしい。あ、来年、福フェスボリューム4お願いしますって書いてるよ、この人。パセリは、福フェスボリューム4を開催するまで、あの、パセリは卒業しないですね、じゃあ。ここで言ったからね、私に。よかった。でも3期生に返事したらさ、これ全部マネージャーに送ってるからもうかわいそうだな。返事いらない、返信不要って書いとこうかな。マジで生きてね。なんか3期生、この前いちごちゃんとさ、やりとりしてたらさ、ツイッターで。なんか一回一回ね、なんかやりとりしてたから、マネージャーと、なんでって言ったらね、そう、
なんかツイートするためにマネージャーにね、これをツイートしますって送ってて、そう、いやもう申し訳ないみたいな、私あの脳みそゼロでさ返事とかするじゃん、ピエンみたいな感じで、いや恥ずかしいと思って、こんなどうでもいい返事をこちらにこうやって返事して大丈夫でしょうかってやってるって考えたら、もう申し訳なくて、マネージャーさんにも、福田がなんか IQ 低いこと言ってるわって思われる、恥ずかしいじゃん、申し訳ない本当に恥ずかしい。そう、よいしょ、よし、いや申し訳ない本当に恥ずかしい。あとは STU48、 福フェス初見です、ありがとさん、マネージャーだから仕方ない、そうなんかな、んじゃ、福フェスの方でもリツイート、定を解除するんで、ナナさんリポスト、うー福フェス、あーいつもさ福田あかりのいいねからリツイートしてたからさ、福フェスのアカウントに入っちゃったらあれが見れない、見れない、あれが福田あかりのいいね欄が、ピエンピエン不便、おゴロンできた、いいね欄なんで見れなくしたんですか、イーロンマスクさん、めっちゃ私困ってるんですけど、困ってるんですけどね、プライバシー、プライバシー、プライバシーはブックマークするよねどうですか皆さん、あと一回さリストが見られたことあったよね昔、いいねを見せておくれ、いいねをよ、いいね欄返してよいいね欄はマジで返して、結構有効活用してたんだけどな、ウイバナさん、ルイバナさんリポスト、キノポさんリポスト、あとなんだ、まひろちゃん、まひろちゃんとみそらどさん、いいねら見たことなかった、あ本当？そうなんだね、みそらと、まひろ姫、
まひろ姫、リポスト、オッケー、完了、仕事した。アイドルってすごいなと思います？そんなことないよ、みんなそれぞれすごいんだよ、どんな仕事の人だって。アイドルはアイドルに会いに来てくれる人のおかげで成り立ってるんだよ。でもさ、アイドルにみんなは辛い顔見せないじゃん、なかなか。みんなもいろんなことを背負った上で私のとこに来てくれてるんでしょ。それ全部は知らないよ、当たり前だけど、知らないけど、私だってみんなに見えてないとこでいろんなことしてるよ。あのレッスンとかレコーディングとか、まあ、例えばラジオの収録とか、あとはなんかお堅い仕事もしてるでしょ、たまに国土交通省とか、ああいうのとか、まあまだ未解禁の撮影とかさ、未解禁のインタビューとかいろいろやってるけど、そう、みんなだって私の知らない場所でいろんな仕事を頑張ってるんでしょ。お互い様だよ、お互い様で励まし合っていきましょう。打ち合わせもしてますよ、いっぱい、いろんな写真集とか服フェスとか。でもみんなもしてるでしょ、打ち合わせいっぱい、私の見えないところで。偉いです。家では仕事のこと一切話さない？そうなんだね、話せる場所があるといいね、どっか。それは私のところでもいいし、何でもいいんだけど、うん、こんばんは。じゃーんじゃーじゃーん、そんなことも含めて今日もあかりになれて嬉しい。ありがとうございます。モイター大使。今日さ、 LINE なんとなく見てたらさ、 STU48 公式 LINE さんからさ、突然兵頭あいが宇和島アンバサダーを移植させていただくことになりました、7月6日エメフルマサキで移植式を開催するのでぜひ来てくださいみたいな。そう、来て突然の、突然なんか質が違うやつ着て、なんかワオってなった。そう、突然の、やばい、みんな20分早く行かないと。ポップに来たよ、なんか急に。なんかね、こんな感じの公式 LINE 来るの珍しくない？
さすがにちょっと今日の明日だから公式 LINE でも言っとかんとってなったんかな。マカセロリです。あ、パセリの絵文字これなんや。葵ちゃん大使いっぱいある、すごい。折り鶴大使とかもあるし。いろんな大使になるね、おいたは。いろいろ大使。折り鶴大使、勝手に四国観光大使、本当に四国観光大使、伊予館、愛媛伊予館大使、あとなんだ、今回の宇和島大使。すごいね。大使すごい。大したもんだ。ちょっとうまいやんか。福ちゃん大使いくつ？福ちゃんは徳島大使、勝手に四国観光大使、本当に四国観光大使です。あと瀬戸内 PR 部隊です。ボートの資格まだ有効。特殊も取りたい。使わないのに。ファイブアローズはシーズン終わったからもう大使じゃない。多分。なんかさ、契約切れた時って教えてもらえない。契約、多分でもシーズン契約だから、終わったんだと思う。うん、そう。本当に四国観光大使っていう名前なんだ。いや、なんか適当。小豆島観光大使、あーなりたい。今の9人で。四国公演当たった。おめでとう。かわいい、かわいい。愛媛行ってくる。行ってらっしゃい。おいたー大使見てきて、おいたー大使。短冊。兵庫の仕事増えてないのに NMB に仕事取られがち。そうなん？
今村重さんがねオールナイトフジコでね、なんか私山口出身なのに STU ができてから山口の仕事全部 STU に取られるって言ってたよ。あれからお互い様かも。そう、あでもさ歯医者のやつあるじゃん、ソラハとミナミがやってたやつ、ソラハとアイコジがやってるキッスエヘムとかもあって、そう。でも確かに熱血テレビとか STU 結構出てたよね昔。こんばんは。コーチ空いてる？アッパンマン。夏バテに気をつけて頑張ってね。頑張る。なっか、うらーなっこい。牛、ありがとう。怒り方が上手くなってきたぞ。あ、待って、インスタ開いたらまたかほちゃんのセクシー画像が。なんか最近さ、インスタ開いたらカホちゃんのセクシー画像なんだけど、いつも。いいねするからか。AI に、私はカホちゃんのセクシー画像が見たいやつと思われてんだよ、多分。ねえ、恥ずかしい。もう恥ずかしい。おすすめされてるってことでしょ、これを。学習されてるわ、AI に。やばい、充電 10% しかない。今更低電力モードにしよう。わあ。今日ビキニの日なの？そうなんだ。ビキニの日か。服フェス。写真集にビキニある？あってほしい、なく、な、あってほしいか、欲しいか、欲しくないかっていう、どっちかというとどう？
春に越したことはない。おもろい。見たいような見たくないような、わかるー、わかるー、それー、私がメンバーに思うやつな。いや私はもうリコチのあの画像の後に出したくないんよ、ほんまに。それだけ。まああるかないかわからんけど、売りたいからビキニッタンでしょ。ビキニッタ言うな。え、ビッ、あの、お尻、お尻と、お尻も好きですか？どの写真を選んだらみんなが喜ぶのかわかんない。男心がわからん。ちょっと私フェミってるとこあるからさ、マジでそういうの、もう、うーって顔でしか見れないから、どうすればいいのかわかんない。ほんまに。クソ、女性の性的消費と思いながら選ぶから。マジで頭が偏ってんだよね。スタイルを見せた方がいいのか、だからね、もうなるべくね、ざっと選んで、その中でなんかメンバーとかに選んでもらおうかなと思ってるんだけど、どの部分が自信あるの？ラテ部分かな。ラテ部分かな。ラテ部分ってどこだよ。ラテ部分。腰回りが神。え、結構ストレートなコメントきた。腰回りが神。なるほどね。肩出し。ラテで合ってる？正直回答しにくい。真面目だな、みんな。マジ、リコチに選んでもらおう。あの、写真集の先輩としてリコチに選んでもらおう。グアムのラテが出ると信じてる。え、なんかみんな乗ってきたね。リコチに選んでもらおう。え、誰に選んでもらったら確実？マヒナね。いや、ノアピはちょっと危険です。ノアピはダメでしょ。ノアピ未成年だぞ。あ、ユキリカ、確かにユキリカってさ、セクシー売りだよね、結構ツイッターとか。ユキリカかもな、ユキリカかも。でも恥ずかしいな、見られるの。ノアピ写真集出したいの？ノアピの超あのスレンダーなかっこいいスタイルの写真集見たいわ。てかポスター欲しいわ。サラピ？え、いいかも。でも的確に言ってくれそう。あ、これはダメですとかちゃんと言ってくれそう。これはナイスとか言ってくれそうじゃん。助かるよね、意外とそういうの。サーヤン、確かに写真集の先輩に聞いた方がいいな。チホとか、確かに確かに。確かに
かれんこん。おきちゃん、いや、おきちゃんに頼んだら全部水着になる。嫌だ。それは嫌だ。あの、他の服もあってこその水着でしょ、だって。ね、いや、地方に選ばしたら全部お尻になるやんか。全部お尻になる。おもろい。みちゅ？いや、みちゅに選ばしたら水着一個も入らんよ、多分。みちゅはちゃんとあの、守ってくれるはず、私のことを。みちゅだったらもう全部着衣です。私水着も着たんやけどな、みたいな。まだ出さなくていいと思うとか言われてさ、いや私もう25なんやけどみたいな、今出さんかったらいつ出すんみたいな。おもろい。ダメだよね、優しすぎるんだよちょっと。みちは一番いいかも。確かにアリちゃん意外と冷静だからな。ああ見えて社長だしな。グアムやし、アリちゃんいいかもな。サングラスかけてるやつ全部採用されそう。アリさん。アリサ社長。アリカン。ちゃんは尻を叩いて奏でることを2期生に伝授してなかった。尻を叩いて奏でることを2期生に伝授。品がない。品がない。嫌だわ。あわありがとう。シュワシュワ石鹸の泡みたい白いさざ波。品があるのはミーヒン。ミーヒンに品があるかは一旦置いとくけど、セクハラだけは許さないからね、本当に。ミーちゃんのミーちゃんなんて言おうもんならもう、こんな目で見られると思う。一番厳しいから多分。それがいいところじゃないですか、南のバランサーとして。絶滅の危機黒髪少女よを守りたい。メンバー好きなページをそれぞれ発表するとかやってほしい。絶対見られたくないんだけど。私初めて BLT 乗った時、宣伝した時に最初にストーリー載せた言葉、メンバーは見ないでくださいって書いたよ。ほんまになんか自分の写真とか見られるの苦手なんよね。なんかもう、なんかメンバーに見られるのってさ、
なんか子供の時になんか親に発表会見られたら恥ずかしいみたいな、わかる？思春期の親の参観日の恥ずかしさみたいなのがあるんですよ。親には全然いいんだけど、見られて今はね、いいんだけど、なんか逆にもう今はなんかもう恥ずかしい。 BLT とかさ、なんか1ミリも脱いでないのに恥ずかしくって、メンバーは見ないでくださいってストーリーになぜか書いた。そしたら次の日でミューミリンが事務所で見てた。なんか恥ずかしいんよね。普段絶対せんであろう決め顔とかをしとも見られるのがさ、メンバーにマジ恥ずかしくて、だいぶ乗り越えてきたけど。僕もツーショット同僚には見られたくない。あ、推しメンとのツーショットってこと？それはまた違うんじゃない？それは違う恥ずかしさなんじゃない？なんか分からんけど、見せてほしいけど。私はしかし慣れなきゃ、発売までに慣れなきゃね。他のメンバー見るのは好きでしょ、めっちゃ好き。写真集好きよ。真っ先に見るよ。事務所に届いてたら真っ先に見るよ、グラビアとか。見たいじゃんそりゃ。でもやっぱひなちゃんの初めて見た時はちょっと緊張したかな。我が子よって感じで。でもなんかリコチのやつは見れる気がする。なんかもう見慣れた、わからんけど、もう1枚目だけ見ただけで見慣れたわ。もうふん、短冊ありがとう。おやすみ、おやすみ。こんばんは。寝るね。もう52分じゃん。やばい、充電 7% なんだけど。配信終了とともに切れそう。ストーリーが全然上がってないんだけど、なんか時差あるんだよな最近。ふわふわガーリー、あ、ガーリーでも女の子っぽいのも撮ったよ。ガーリーかはちょっと分かんないけど、お疲れ様。よいしょ。
お肌ツヤツヤすぎ、やば。カラコン入れてるみたい。お疲れっこーん。なんかすごいブインブイン言ってる。いつもここからがいるのかな。ドキ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 いつもここからがいるのかなって通じた。もしかして嬉しい。なんだっけ、エンタの神様。え、嬉しい、通じてる。結構嬉しい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 。こんにゃろみー、え、嬉しい嬉しい嬉しい。通じてる。めっちゃ嬉しいんやけど。うわ嬉しい。え、なんか今日リコチと高尾ちゃんの YouTube 見てて、そう、なんか STU 知名度調査みたいな、あの渋谷で知名度調査みたいな見たんよね。そう、めっちゃ面白かったんやけど、本当にあの今の若い子は AKB を知らないみたいな。へー、びっくりしました。そんなことある。面白かったです。 STU 何の略だと思いますかみたいな質問をね、みんな2人がしてくんだけど、なんかね、 AKB 秋葉、 SKE 栄、 NAB ナンバーみたいな感じで、新潟もまあギリわかるよみんな。けどもう瀬戸内だけはほんまにみんな出てこんくて、いやもうちょっともって頑張らなねって思いました。でもさ、他のやつは全部町の名前なのにさ、うちらだけエリアの名前じゃん。ちょっとそこは難しいよね。そう、ちょっとずるいなって思いましたけど、面白かったです。そう、都市の名前からね探しちゃうよね。難しいよ。そうだから STU が瀬戸内って知ってるだけでもみんなマジ上位 1% ぐらいなんで、日本人の。すごいです、ほんまに。ありがとうございます、知ってくださって STU のこと。嬉しいです。ランキング読もう。よいしょ。まさちゃん、ありがとう。近いし、ありがとう。マグ、ありがとう。南波のひさと、ありがとう。みけちゃん、夏バテしないようにね。自分はもうバテた。いや、バテてるよね、今日は、さすがに。ありがとう。猫がさ、お腹上に向けるわ。コーラ、あかりなすっぴんの可愛さすごいね。福フェスは優先席あるかな？どうなんだろう？わかんないです。ごめんなさい。ありがとう。なっかーん、ありがとう。あおりよし、お疲れんこん。福フェス楽しみ。この後、キャラアリというところにアクセスしてみようと思います。では。え、キャラアリというところにアクセスするんですか？みんなもした方がいいかもね。おすすめですよね。ありがとう。はじめだよ。お疲れ様です。よく寝てヘトヘトから復活しますように。七夕短冊で書きますね。一緒に願いましょう。ありがとう。めっちゃヘトヘトだよね。暑いから。埼玉のいたん、ありがとう。くまさん、久しぶりの福ちゃんトークね、楽しかったです。ありがとう、来てくれて楽しかったです。私もたか、今日もおつです。暑さに負けず明日も頑張ります。明日も暑いだろうな。夏が来た。
ありがとう。チロ、明日も明後日も忙しいので、こんちくしようって感じだろうですが、お話し会は参加したいと思ってます。挨拶程度ですが。お、じゃあ、あかりちゃんに会えるのを目標に、仕事頑張ってください。ボーナスもらったし。ありがとうございました。はい。というわけで、私が福田はって言ったらストウチって言ってください。ありますと、福田はストウチ、サンドの飯はどんで決まり。香川県出身のくちゃんこと福田くんでした。お話し会の再販が、キャラアニさんの方で今日からまた始まったので、ぜひ申し込んでみてください。そして、福フェスも明日からチケット受付します。明日の21時に、最後のアーティスト発表、もう、ひっくり返ると思います、みんな。ひっくり返ると思う。奈々さんでもう一回ひっくり返ったけど、みんなが奈々さんでひっくり返ったのを、もう一回転して、前転、後転して、こう、最終的に体操選手みたいに、ピンって立つぐらいの勢いがつくような、はい、方を呼んでますので、はい、明日の21時をお楽しみに、元に戻るのか、そう。ぜひ押し込んでください。ありがとうございました。はい。お疲れんこ、やすみみんゼミです。ゆたかグッズ、ゆかた2024のグッズは明日までなので、ぜひゲットしてみてください。よろしくお願いします。今日もありがとうございました。お疲れんこ、やすみみんゼミです。バイバイ。おやすみ。よく寝てね。